こんにちは国会議員が寝てる問題ですか私は構わないと思いますけどもねあの国会に出席して朝9時から夕方5時まで、まあ、議席にはいないといけないんですけども国会議員さんって自分に関わる話題ってのはほとんんどないんですよねそれこそ自分に質問が当てられたりとか自分が答弁に立つみたいなことっていうのは国会議員の方のほとんどがしないんですよ。 ですんで当事者の方は居眠りしてないですからね当事者の方はしっかり質問してしっかり回答してってことをやってくれてるんでそれは別にどっちでもいいのかなとで国会に出るだけが仕事じゃなくって国会に出るまでに仕事をしてるわけなんですよだからあのーまあ、国会のその質問と回答のやり取りっていうのはすでに台本が出来上がってきて結論があって国民に見せるためのパフォーマンスなんですよねだかからら国会議員の立場からすると そのテレビで放映されてるもしくは国会議事堂の中でやり取りしてることってのは仕事じゃないんですよ。その外で仕事があって現場に着く時はもう終わってるんですよね。もすべてその、まあ、事前確認とか事前質問とか事前通告っていう形でやり取りは済んでるわけなんですよ。しかも国会議員がやってるわけじゃなくて官僚が全部やってるんですよね。国会議員はそれを形式上うん答弁してるだけなんでうんはっきりとした決定権もないですし 何もでできないわけですよ、うん、本来なら国会議員が権力を持って官僚をね動かしていかないといけないんですけども官僚の方が例えば財務省官僚ってのはあ,のあまりにも国会議員がね腹が立つなと思ったら国税入れたりとかね情報流したりスキャンダルしたりとかあの脱税で捜査したりとかっていうのがいつでもできるんですよねだから国会議員はお飾りなんですよ。うん、だかからなんて言いますかね あのやる瞬間はそんなにないです、国会議員さん、だからその時にしっかりやっていただければ、居眠りしてるのはいいかなと思いますし、仮に国会議事堂で居眠りしてても、それがね、朝9時から夕方5時まではできないですから、本当にしてるにしても、20分、30分のことなんで、まあ、それはいいんじゃないですかね、うんまあ、そういう人を送り出した私たちにも責任があるんで、居眠りをさしてるのは誰なんだってことなんですよね。 それから国会議事堂の中で行われているその国会っていうやつ先ほどお話したように国会議員さん一人一人に関係することって国会が150日あってもほとんどないんですよねもうほとんどないあとは興味があるかないかだけなんですよ自分の知的好奇心があればまあ人の答弁やりながら勉強していくしそれがないんだったらほっといてもいいしで他の人の他の省庁のこととかに首も突っ込めないんでね はっっきり言って国会議員っていうのはあのー、まあなんか役者ですよねドタバタのでもそういう人を送り込むことによって少しずつ何かが変わるかもしれないという期待もするわけですよで国会議員さんが居眠りする問題っていうのはねもう何回も言いますけども居眠りしない国会議員さんを送り込めばいいんですよ最初から令和新選組とか居眠りしないと思いますよ うん、あとあとは居眠りするんじゃないですか N 国党の立花孝さんは居眠りしてもいいんじゃないのって「だってつまんないもん」とか言ってますからね居眠りするようなそんな国会運営してるから眠るわみたいなこと言ってましたけどね私も同じですうんあとね民間で仕事してる人もまあ言ってみれば眠ってるみたいなもんなんですよこれはちょっとね厳しい言葉になりますけども 人のふりして我がふり直すじゃないですけどもあんな仕事してねえやつが何高い給料もらってるんだよというふうにね嘘ぶくのと同時に懸命に仕事してる自分が何でこれしかもらってないのかなもしかしたらこういうことなんですよ一生懸命泳いでるようであってゴールに向かって泳いでるようであって書いてるんだけどぐるぐる回ってるだけじゃないかみたいなねこんなことですね。